3、2、1、0。今日も喜ぶ動画始まるよ。1月の17日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます。副店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。涙腺が弱いスタッフの愛さん。嬉しいことや悲しいことがあるとすぐ涙が出る。僕は涙腺は弱くないですが、とっても好きなのでお腹をその形にしてます。それは丸い線だと言われてしまいました。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お年が終わっちゃいましたが、これからしばらくは寒中お見舞いという便利な言葉がございます。ご注文お待ちしてます。できましたらお味の感想などを言ってもらいましたら非常に幸せなんですが、ありがとうございます。ありがとうございました。王林の独り言。店長まっちゃん、宝くじ当たったことないって言ってるけど、そりゃ勝ったことないんやから当たるわけがないよな。